おいしそ、こんにちは、メリです。今回は呪術廻戦コラボの将来的にまだ残ってそうなキャラを5体ピックアップしましたので、こちらを紹介していきたいと思います。独断と偏見による選択なので、まあ参考までにっていうところです。でベスト5っていう動画も撮ってるんですけど、それは今の環境を見て、まあ今だったらこうハイビスカス強いからジョゴ強いよねみたいな、で神秘の次元方面で使えそうだからこういうキャラ強いよねっていう評価になってくるんですよね。ただ今後の将来を踏まえた上でのキャラ5選なので、まあ将来的にねどうなるかはわからないんで、まああくまで参考程度に見てもらえればいいかなと思います。ということで1体目いきましょう。1体目は、はい、虎杖悠仁くんです。変身キャラの方に関しては、まず変身前にスキルを2個持っててバインド持ってるのが非常に偉い。ちょっとスキルね、この変身のスキルに関しては特徴があって自称しなきゃいけないんですが、変身できれば今のところ唯一無二と言っても過言ではない。まあもちろんちょっと特殊なキャラはいたりしますが、星を紡ぐ精霊でなんか毒のやつがいた気がしますけど、回復力を取り戻しながら闇を生成できるっていう、あと回復も生成、ここね回復の方が大事だね。回復力上げながら回復生成、これがね結構ね強いんですよ。闇の編成はね特に今のところこういうのがなかなかいなくて、こういうのがやっぱ価値が高い。なのでまあリーダーとしてスタルタとしてもサブ運用としては全然ありなのかなと。火力も十分出て無効貫通もできるっていうのも評価が高いし、ステータスも高いので、まあいいんじゃないかなと思います。で究極進化に関してもこれもねなんだかんだね、マルチとかの周回では使われたりするんじゃないかなっていうところ、使ってる人も実際いるみたいなので、スキブ6にできたりするのと、あとはまあコンボ強化4つに無効貫通で普通に火力枠になれる。まあ問題はスキルだよね。25ターンで6解除はあるものの25倍の正方形生成、これまあフィニッシャーとしては強いんだけど、ちょっと普段使いができないというか、まあその辺でちょっと入れにくいなっていうのはあるんだけど、まあそれを踏まえてもね、十分、まあ、今後何かしらで使われるんじゃないかなと。やっぱスキブ6にできるのは強いかなと思いますね。でアシスト進化に関しては封印2個、まあこれはね正直使われなくなりそうな気がするので、まあこれはそんなにかな、変身と究極がまあどっちも使えそうなので、今後とも少しは残っていくんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次、伏黒めぐみくんです。まずは、進化前に関しては、スキブは最高4つにできたり、暗闇耐性を1人 100% にできたり、まあ、3色攻撃強化4つで火力出せたりします。無効貫通はできないです。で、指をね、2秒分持ってるっていうのも結構優秀な点かなと思うんですが、まあ、スキルだよね。3ターンスキルで、1ターンの間、チーム内の攻撃神タイプ1つにつき攻撃力と回復力上昇。まあ、2倍ぐらいのエンハンスが打てるんだけど、まあ、これを3ターンで打てて、覚醒無効解除もできると。攻撃力と回復力は上げるというより取り戻すっていう意味で使ってあげれるので、これが非常に強くて、で3ターンで覚醒無効できちゃうんだよね。これが本当に偉くて、まあ、コスパが非常にいいスキルだなと。リーダースキルは正直微妙なので使われはしなくなるかなと。で究極進化後はスキブが6にできて、で、操作負荷耐性も補えるとか、まあ、あとは暗闇と操作負荷耐性を補えるとか、ここが非常に強いかなと思います。まあ、火力がね3色攻撃強化聴覚性につけないとちょっと低めかなと思いますが、無効貫通のできるキャラになっています。まあ、使い分けがね進化前だと火力枠になったり、究極だと無効貫通できたりとか、あとはスキブ漏れたりとかで、まあ、使い分けもできるんかなと。でスキルがまたねこれが新しいような感じで、回復力と闇属性の攻撃力2倍、まあ、これ取り戻す要因で使える。で HP50% 以上の場合一旦ならダメージ吸収無効で、ね、これ浦島方面でも非常に使えるスキルで、浦島ってソティスぐらいなんですよね、ダメージ吸収。あとはアナザークルセイダーの方かな、あの辺なので、まああとは一応メノアもやってきたりはするんだけど、まあ一旦とりあえずできればいいよみたいなところがあったりするので、そういうダンジョン方面では伏黒めぐみが結構強い。これ5ターンで打てるのはね本当にスキルがね、進化前もそうだけどコスパが非常にいいですよねっていう、こういうスキルもっと増えてほしいなって思いました。リーダースキルは、まあ、コンボ加算ができてっていうところぐらいなので、まあ、正直そこまで強くはないかなっていうところですね。でアシスト進化も強いです。チーム HP 強化3つ漏れてバインド回復で、まあ、これルーレット洗剤を振るのに、これでルーレット洗剤振ってあげれば回復横1列でつなげれば10ターン回復できるので、まあ神秘の次元方面でもその今後ね裏が出るんですが、まあ裏神秘の次元が出たとしても、まあルーレットどうかな、増えたらちょっとあれかもしんないけど、HP 漏れる武器っていうのは強いし、で18ターンでこれ2ターンダメージ吸収属性吸収のダブル吸収無効、これができるのが非常に強い。武器としてもまあ使えそうだし、普通に究極進化がスキブ6で漏れたりとかね、進化前とかで覚醒無効状態で使われたりするんかなと思ってるので、まあなんだかんだサブ要因として長生きしそうな気がしました。次行きましょう。はい、五条悟です。まあいろいろ言われてきましたけど、結局ね、
まあ強いことに間違いはない。やっぱ聴覚性に10コマ強化がついてるのが本当に強くて、42億なんてエンハンスなしで当たり前のように出るんですよね。だから今後とりあえずサブにぶっこんどけば強いみたいな、まあそういう雑な感じですけど、それで強いんですよこの子は。で、進化前に関しても、まあ、非属性編成で入れてあげれば、もう10コンボ、7コンボ、7コンボで無効貫通できて、まあ、暗闇耐性も補える。スキブが2個止まりっていうところはあったりしますが、もう十分強いです。で、究極進化もなんだかんだ使われると思います。なんだかんだ。このスキルとかも。周回方面ではやっぱ強いかなと。あと、まあ、極連とかでも使えるみたいなので、まあ、そういう方面での評価も高くなってきたかなと思いますし、まあ、今の環境を言うなら相方がいっぱい出てきましたねっていうところですけど、まあ、その辺が廃れてもね、やっぱサブ運用としてもね、全然強いと思うんですよね。まあ闇、まあ回復作らないけど闇とかを大量に生成するよみたいな確定陣なので、まあコンボで10コンボ確定で組むケースもあったりはするのかなと思いますし、で火力も出るしステータスはバカ高いしで、まあ五条悟はなんだかんだ使われていくと思います。でアシスト進化も強いのでスキブ漏れて、チーム回復と操作効果と暗闇2個で、で14ターンでダメージ無効の遅延なので、まあどうやっても使えますよねっていう、これも強いですね。だから今後とも、まあ、五条悟は何らかの形で、まあ、サブだったり武器だったりで使えるんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次、東堂ですね。東堂に関しては、進化前は正直微妙ですね。一ターンの間、敵全体が水属性に変化がどこで使われるのかなっていうのがありますが、まあ可能性はゼロじゃないけど、正直一ターンだけ変えてもしょうがないっていう、超覚醒とか、超覚醒じゃない、超根性とかあるし。まあ火力覚醒もね、正直7個7個無効無効だと、最近だと乏しいかなって思います。で、究極進化の方に関しては、東堂さん、こっちがね、残りそうな感じがしますね、やっぱ。見影とかね、そういう76インをしたらめちゃくちゃ強いみたいな、あと多色、またね、多色の時代が来るかもしれないし、まあそうなった時に東堂はやっぱり使われるんで、まあ、こいつは本当に将来性に欠ける。今の環境では確かにそこまで使えてないけど、東堂はなんだかんだ将来で使われてくるかなと。で、7コンと5色攻撃強化2つ、これ火力結構出ますんで、で、暗闇耐性も補えるしっていうところで。で、このスキルがまあ今後ともね、何かのキャラで実装されるのかされないのかわからないんですが、まあ、これは持っとっていいんじゃないかなと思います。無理に引けとは言わないんですが、評価は今のところそんなに高くなくても、今後の評価はどれだけでも上がっていく、潜在性が本当に高い。このキャラクターはいいかなと思います。武器に関しては正直、まあ、スキルは強いけどちょっと覚醒がどうかな。バインドと、チーム回復アップに回復泥強だけど、スキルは非常に強いんですけどね、ちょっと覚醒が物足りない感があるかな。これ回復努力を2つとかだったらめちゃ強かったんだけど、はい、そんなところですね。だから究極進化に将来性を託します、こいつは。はい、ぜひ、持っときましょうとは思いますね。はい、次。はい、次ラスト、マヒトですね。で、マヒトに関しては変身キャラはそんなにかなって思います。別に多少長い気はするかもしれないけど、まあいずれ廃れるだろうなっていう性能はしてるかなって思いますね。アシスト進化です。評価してるのはバインドとスキブが持ってて列を2個持ってる武器、これが結構使いやすいんじゃないかなと思いますね。やっぱバインド武器とスキブってね、大事なんですよ結構。最近の環境とか、まあ、今後の環境も多分変身キャラで変身前にバインド持ってないよみたいなキャラがもうどんどん出てくると思います。で、そうなった時にやっぱ闇の強い変身リーダーが来た時にやっぱマヒト欲しいかなと。特に最近また出た、ノクタリアが出たじゃないですか。まああの辺もね、バインド持ってないし、封印は2個持ってるけどみたいな。まあそういうのに普通にアシストしてあげれば強い。だからマヒトはまあ武器として今後とも使われていくかなと思っております。はい、以上5体でした。どうですかね。あとはもうまあまあ評価ができそうなキャラはいるんだけど、例えば幽運の武器とかもまあなんだかんだ使われるかもしれないけど、まあとりあえずこの5体かなと思いましたね。はい、ということで以上呪術廻戦の今後将来性があるキャラクター5選でした。少しでも参考になった方、高評価やチャンネル登録の方よろしくお願いします。皆さんの使えそうなキャラもぜひ教えてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。